名前を呼ばれたら手を挙げて大きな声で返事をしましょう。土俵に入るときに絶対真ん中の階段から登ってね。徳俵を踏まないように気をつけてね。東岡谷田中小学校中村大輝くん。はい。西英明小学校藤本裕樹くん。はい。次に立礼から尊虚までの仕方についての説明をするよ。立礼をするのは対戦相手に敬意を表すためにするんだよ。だからきちんと腰を曲げて礼をしようね。礼。お互いに礼をしたら仕切り線の一歩手前まで進もう。仕切り線まで進んだら顎を引いて背筋を伸ばし、両手を膝の上に乗せて腰を下ろしてね。両膝は十分に左右に開いて全身の力を抜いてね。仕切り線は真ん中の線のことだよ。それでは尊虚のやり方を教えるね。いい例と悪い例をやってもらうからよく見て覚えてね。まずはいい例から見てみよう。これから尊虚のやり方の説明をするよ。尊虚は顎を引いて背筋を伸ばして膝を大きく広げながらしゃがむよ。この時手は膝の上に置いてね。それでは悪い尊虚の例をやるよ。このように顎も引かず背筋も伸ばしていない尊虚が悪い例です。前かがみにならないように気をつけよう。さあいよいよ対決までの説明をします。よーく見て覚えよう。まず構えと言われたら尊虚の姿勢から立ち上がり、両足を開き拳を地面につけて前へ体重をかけよう。構え。はっけよいの合図で立ち上がり相手に挑もう。はっけよい。残った。勝負が決まったら試合をやめて徳俵の内側まで戻ってね。主審の礼の合図でお互いに礼をしよう。礼。相手を応援したり感謝の気持ちを込めてきちんと礼をしようね。勝った選手はその場に残ってその場所で尊虚の姿勢をしてください。負けた選手は徳俵を踏まないように土俵から降りてね。この時も真ん中の階段から降りることを忘れないでね。主審から東もしくは西と勝ち名乗りを受けたら勝った選手は尊虚をしたまま頭を下げてね。その後土俵を降りて元の場所に戻ってね。よーし。次に水入りの説明をするよ。水入りとは3分以上試合の決着がつかない場合に再試合になることを言います。3分以上試合が続いた時は主審が試合を止めるよ。やめ。主審の礼に従って礼をします。はい。土俵から降りて元の場所へ戻ってください。水入りの回数は2回までだよ。2回目で試合が決まらなかったらじゃんけんで勝敗を決めるよ。次に説明するのは試合中に絶対にやってはいけないことについての説明だよ。自分も相手も怪我をしないためにしっかり守ってね。
グーで殴ったりしてはいけません。パーで大きく振りかぶって叩いてはいけません。相手の髪の毛を掴んではいけません。目や溝落ちという急所を狙って攻撃してはいけません。喉を掴んで締めてはいけません。胸やお腹を蹴ってはいけません。今までの動画のことは試合中に絶対対戦相手にやってはいけないことです。禁じ手をやってしまった場合は反則負けとなることがあるから気をつけてね。これで全体の流れとルールについての説明は終わりだよ。万博相撲当日、みんなの元気な姿を見れるのを楽しみにしてるよ。